深刻な内部亀裂、プーチン大統領に衝撃、プリコジンの乱ロシア軍大物関与情報ハルマゲドン将軍の拘束報道内通者まだいる可能性ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリコジン氏の反乱にロシア軍の大物が関わっていた疑いが浮上したハルマゲドン最終戦争将軍と呼ばれウクライナ侵攻の副司令官を務める セルゲイ・スロビキン航空宇宙軍総司令官でロシアメディアでは拘束情報が報じられたウラジーミル・プーチン大統領は隣国ベラルーシに入ったプリゴジン氏に対する包囲網を強めているがプリゴジン氏に同調していた軍幹部が他にいた可能性も指摘されているプーチン政権の内部亀裂は日々深刻度を増しているワグネルの反乱でロシア軍将軍拘束ロシアの独立系英字氏、 モスクワタイムズ電子版は28日こんな見出しでスロビキン氏拘束のニュースを報じた同氏はニュースソースをロシア国防省に近い消息筋2人としておりそのうちの1人は拘束はプリコジン氏の文脈で行われた彼スロビキン氏はプリコジン氏側を選んだと話しているというただ国防省はコメントしておらず真偽は不明だだがスロビキン氏をめぐっては 米紙ニューヨーク・タイムズが27日ワグネルによる武装反乱の動きを事前に把握していたと伝えていたロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は28日多くの憶測や噂が飛び交うがこれもその一例だと報道を否定していたがそのわずか後にスロビキン氏の拘束情報が駆け巡った軍人としてのスロビキン氏の経歴は華々しい旧ソ連崩壊後に独立運動が起きた 南部チェチェェン共和国への軍事介入に参加したほかシリアでのロシアの軍事作戦でも指揮を取ったハルマゲドン将軍という異名はスロビキン氏の残忍さからつけられたスロビキン氏は昨年10月ウクライナの軍事作戦の総司令官に任命されると南部ヘルソン州ヘルソンで孤立したロシア軍部隊を撤退させるなど現実的な部隊運用にロシアの軍事評論家からは評価する声があった ところが総司令官任命からわずか3か月後の今年1月副司令官に降格させられたこの人事を行ったのがセルゲイ・ショイグ国防相でスロビキン氏の後任の総司令官に就いたのがワレリー・ゲラシモフ参謀総長だったショイグ氏、ゲラシモフ氏の2人はたびたびプリコジン氏の批判対象となっていた対照的にプリコジン氏はスロビキン氏を高く評価し同氏が総司令官だった時代には ワグネルに対する弾薬供給に問題はなかったと述べていたプリコジン氏の反乱がショイグ、ゲラシモフの領主を狙ったものだったとの見方も出ている28日の米紙ウォール・ストリート・ジャーナル電子版によると欧米当局者の情報でプリコジン氏は2人の拘束を一時計画していたがロシア連邦保安局 FSB が計画実行予定日の2日前に把握 この動きを察知したプリコジン氏は当初の計画よりも作戦を早めようとし南部ロストフナドルの軍管区司令部を一時制圧したというわずか1日で収束したプリコジン氏の反乱は背景が判明するにつれプーチン政権に発生した亀裂の深刻さが増しているスロビキン氏の内通を伝えたニューヨーク・タイムズの記事では同氏のほか複数の軍交換もプリコジン氏に同調していた形跡があるとしていた 欧米の情報機関はプリコチン氏がロシア軍の一部も反乱に加わると信じ弾薬や燃料兵器を蓄えていたと分析しているジョー・バイデン米大統領は28日ホワイトハウスで記者団にプーチン氏の力が弱まったのかと問われその通りだ彼は国内での戦争に負けているそして彼は世界中でのけ者になっていると語ったウクライナ反転攻勢戦線拡大化 ロシア占領の集落の方角から煙が上がる様子を捉える南部前線を取材。ウクライナ情勢です。ロシアで起きた反乱による余波が続く中、ウクライナ軍は反転攻勢の戦線を拡大し、進展が伝えられています。ウクライナ軍が攻勢を強める南部の前線付近に JNN の取材団が入りました。ウクライナ南部ヘルソン市、ロシア軍の前線まで5キロほどの場所です。 付近には破壊された軍用車両や、最近の攻撃でできたとみられるクレーターも見られます。記者、ヘルソン市内です。川が見えてきましたが、あれがドニプロ川。橋がかかっているのがわかりますが、橋の東側がロシアが占領している場所になります。去年、ロシア軍がウクライナ軍の侵攻を食い止めるために爆破したとみられるアントノフ大橋は今も壊れたままです。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、 ウクライナ軍がこの橋付近から川を渡ってロシア軍が支配する向こう岸に拠点を築きロシア軍は押し戻せずにいると分析イギリス BBC など複数のメディアはウクライナ軍が尖した後、さらに進軍を続けロシアが占領する集落で戦闘が始まった可能性を指摘しています。今、煙が確認できます あそこの場所がロシア軍とウクライナ軍によって非常に激しい戦闘になっているのではないかと言われているような場所です JNN のカメラも戦闘の可能性が指摘される集落の方角から煙が上がる様子を捉えましたウクライナでは他にも南部ザボリージャ州や東部ドネツク州でウクライナ側が反抗を仕掛け戦線が拡大していると伝えられていますダムの決壊で洪水後 飲料水の確保ができなかったロシア軍兵が生水を飲み、腸チフス、コレラの集団感染で多数のロシア兵はすでに戦線を離脱、数日前まではウクライナ軍兵士の渡河は約50人規模とされていたが、ここ2、3日で150人から180人規模に膨らみ、戦車3両とはされているが、実際の数量は不明。ウクライナ軍はドニプロ川からの 大規模反撃の準備として、巨頭砲を着実に固めている。バフムトでもウクライナ軍の進軍が確認され、ロシア軍の守りは手薄で、さらなる後退は否めない。クリミア結ぶ橋の損傷で、ロシア軍の補給大幅に滞る。ロシアが一方的に併合したウクライナのヘルソン州とクリミア州を結ぶ橋が、 ミサイル攻撃で損傷したことで、ロシア軍の補給が大幅に滞っていることが分かりました。22日、ヘルソン州とクリミア州を結ぶチョン・ハルバ氏がミサイル攻撃を受け損傷しました。イギリス国防省は、ウクライナによる攻撃と見ていて、この損傷でロシア軍の供給ルートが一時的に遮断され、前線に物資を送り届けるのに以前と比べ1.5倍以上の時間がかかるようになったと分析しました。 現在は破壊された橋のそばに仮設橋が設置され軍事輸送に限って使われている可能性が高いとしていますイギリス国防省はすぐに仮設橋が設置されたことはこのルートがいかに重要かを示していると分析しています先日、橋の損傷状況の画像を複数の記事で拝見しましたが中途半端だと思いました完全に破壊するべきと思います ロシア軍は大舞台なので消費する飲食物の量も膨大でしょうから可能であればついでに隣の橋も破壊するべきと思いますロシア軍がやむを得ず撤退するときに残りの橋を破壊したらそれは仕方ありませんウクライナ軍ロシア軍の侵攻直後から3500機のロシア軍のドローン破壊5月から6月で戦機超撃破2023年5月は600機6月には400機 この2ヶ月で戦機破壊。ウクライナ軍によると2022年2月24日から2023年6月29日までに破壊したドローンは3500機を超えた2023年5月には1か月で600機を撃破し1か月間の撃破数の記録を更新した6月になってからもロシア軍による多くのドローンによる攻撃監視と偵察が行われており6月29日までで400機のドローンを撃破した。 2023年5月のロシア軍のドローンによる大規模攻撃の時に比べると若干破壊している数のペースは落ちているだがそれでも1か月で400機のドローンを破壊したのは今までに比べると多いウクライナ軍が破壊したロシア軍のドローンが累計で3500機だが1000機はこの2か月で破壊されているロシア軍はイラン製軍事ドローン シャ136を多く使用してウクライナの軍事施設や民間インフラを早朝や深夜に攻撃しているそのような軍事ドローンを多い日には1日数十機迎撃して破壊しているミサイルと軍事ドローンの組み合わせで攻撃されることが多いが軍事ドローンはミサイルよりも多く使用されているウクライナ軍はドローンを撃破すると公式 SNS でよく報告をしている 特にイラン製軍事ドローンシャハドでの奇襲が激しいことから、同期を破壊すると破壊した数も伝えている。実際にはもっと多くのドローンを破壊しているだろうが、カウントされて公式に公開されているドローンの数は3,500機である。ドローンは戦車や大砲のように大型ではない。上空で破壊してもバラバラになってしまって、残骸や破片が見つからずにカウントされないことも多い。